お、集まってきたぞ。こんばんは。じゃあまず自己紹介したいと思います。私がせーのって言ったらひーわたんって叫んでください。お願いします。私にひーをつけるだけ、ひわたし、ひーわたんって呼んでください。せーの、どうぞ。ひーわさんとかひーわたんとか、ありがとうございます。どうもこんばんは。そう、今日はですね、ちょっと待ってね。まあ AKB48 のジャバジャの発売記念スペシャルリレー配信ということで、ショールームがね、回ってきてるんですけど、皆さんこんばんは。 AKB48 のチームへ、日渡しです。どうも。そうなの、そうなの、リレー配信でしてね、今回 AKB48 51枚目のシングルジャーバージャーの発売を記念して、ジャーバージャーの選抜メンバー、そして私はですね AKB48 の若手選抜によるね、ポジションっていう曲があるんですけど、その曲の若手選抜によるリレー配信が行われてます。でですね、全24のメンバーがやるんですけど、私は24人目で最後なんですね。で、1週間リレーをしているらしくて、今日は最終日です。で、私が最後の配信になります。え、びっくりしました。私が最後の時、え、私で終わるんだとか思ったけど、そうそう、ラスト、これ全部見たよって方もいるのかな。全部見ましたよって方いますか。全部見た人いる。わ、可愛いって嬉しいね、ありがとう。ね、トリガー私でいいのかと思ったんですけど、頑張りますね。そうそうそう、私の前にあゆちゃんがやってたんですよね。そうでですね、なんか、ここで緊急報告とかしていい感じなんですね。うん、そう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 、あゆちゃんの見ましたかね。あゆちゃんの配信見た。お、全員見た人いるね。ありがとうございます。見てない？すごい、結構見てる人もいるんだ。そうそう、で、なんかね、あ、ちょっと待って、なんかユーザーランキングを5位から1位まで発表するんだけど、でもまだちょっと時間がありそうなので、今日は皆さん何してたんですかね。私は、ん？日和田オンリー？そっか、確かに時間が結構早い時間からやってる人もいたもんね。お、お仕事？お疲れ様です。髪の毛切ってた。あ、私も切ったの、ちょっとだけだけど、この前ね。働いてた？だよね。今日は何？木曜日か、木曜日だったので、あー、教科書を買いに行った寝てたいろんな人いるけど、どうしよう、なんか曲のことも話さなきゃいけないので、ユーザーランキングをとりあえず発表したいと思います。5位から1位をね、発表するみたいなので、いきまーす。5位が、現在5位がですね、ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。ちゃうちゃうさんね、あ、プロフィール何も書いてないですね。ありがとうございます。ワンちゃん、かわいい。はい、4位、はるさん。はるさんはですね、あ、ゲームをやってるのかな。ミヨンさんのアイコンですね、これ欲しかった、私も。で、3位がもみサンデーさん、プロフィールはね書いてない、女の人かな、女の子のアイコン。2位がサンピラーさん、サンピラーさんも女の子のアイコンだ。
でもアイコンが女の子だからって女の子とは限んないか。1位、待ってなんて読むの、なんて読むんだろう、なんて読むのなんて読むのかな、おーい、ああひろゆきさん、うん、ひろゆきさん、アットマーク R かな、ひろゆきさんありがとうございます。ひろゆきさんもみーおんさんの音符だ、いいなー、ね、かわいい、これ羨ましい、ありがとうございます。そうそう、でですね、あゆちゃんから質問が来てたと思うんですよ、私へ。なんか質問をねが来てるみたいなので、前の配信の人から質問に答えたいと思うんですけど、あゆちゃんそう準備してて見逃しちゃったのよ。だから教えてほしいんだな。見てた人いるかな。なんだろう。三曲の見どころ？ああ。ジャバージャーポジション、友達ができたの見どころか。なるほど、そうだな。まずジャバージャーからなんですけど、ジャバージャーはなんか最初に PV 見た時にすごい、なんて言うんだろう、なんか色がすごく綺麗で、でなんか曲のダンスが結構なんて言うんだろう、あんまり今までになかった感じの、まあ曲調もなんですけど感じの曲で、なんだろう、なんて言うんだろう、振りとかも結構面白くて踊ってて楽しいんですけど、そういうところが結構見どころですかね。であとね、歌詞もいいなって思った。でもそれよりもっと歌詞がすごいなって思ったのがポジションで、なんかポジションはですね、なんか結構今の若手選抜だったんですけど、若手選抜のその心情っていうかにぴったりな曲だなと思って、うん、ポジションは歌詞かな。で、ジャバージャーは MV とあとなんかダンスとかかな。で、友達ができたはマチャリンと私たちドラフト2期生の曲なんですけど、マチャリンがなんて言うんだろうな、マチャリンと仲良くなって感じたこととか、なんかいろいろ本当になんかレコーディングしてる時も感動しちゃうぐらいすごい、友達ができても歌詞が良くて、歌詞をじっくり見ていただきたいですかね。結構全曲うんですね、見どころはそんな感じかな。でも PV があるのがジャバージャーと友達ができたの、友達ポジションなので、ぜひ見てみてください。そうなのよ、そんな感じかな。そう、なんかどんなさ質問が来るんだろうと思ってね、めっちゃドキドキしてたの。ありがとうございます。でね、次にねすることがあるんだ。そうそう、若手選抜に選ばれた時の気持ちについて喋るっていうのがあるんですけど、若手選抜に今回AKB だけ、今まではなんか法定速度と優越感とかだと結構 SKE の方とか NGT の方とかいろんなグループから集まって選抜ってなってたんですけど、今回は AKB だけで、なんか AKB の若手だけで16人だったんですけど、すごく
なんだろう、でもあのメンバーの中に入れてすごく嬉しかったし、あんな素敵な曲をいただけて嬉しかったなって思った。そうそうそう、すごいいい曲だよ。うん、とにかく嬉しかったかな。で、頑張ろうって思いました。うん、聞いたかな皆さんも。そうそう、でね、あの MV 撮影の時のエピソードなんですけど、 MV 撮影はすごいめっちゃあの寒かったんですよ。とにかくなんか海の近くで撮ったんですけど、すごく寒くて、もう寒いイメージがすごく強いんですけど、でもなんか撮ってる時にすごい色合いが綺麗な感じ、なんか布を持って走ったりするシーンがあったの。すごい寒かったんだけど、なんかあの後で見た時とかもすごい綺麗で、あ、どんな PV になるんだろうってめっちゃ楽しみにしてた。とにかくだとね、ミヨンさんがセンターで、あの大好きなミヨン先輩がセンターで、その選抜に入れたんで嬉しかったですかな。あとはね、あ、ドラフト2期生がみんな入ってたんですよ今回。あ、法定速度もなんだけど、ドラ2がみんな入ってて、なんかどんどんそう、なんか同期で入る曲も増えて嬉しいなって思ったし、あとはね、寒かったんですけど差し入れで美味しいイチゴがあってっていう思い出とか、あとはなんだろう、渚さんとか倉野さんとか結構同い年の方も結構いるのでお話ししたりとかしました。そうそうそう、ズッキーとナーミンとも話したよ。そう、いちごめっちゃ美味しかった。なんだっけ、アマオだったっけ、なんかめっちゃ美味しいんだなこの品種って思ったそう、いちご美味しかった。でね、カイロってすごいなって思った。寒かったのね、でカイロいっぱい持ってたんだけど、あ、カイロってすごいなって感じたの私は。1日ですよ撮影はね。あー、とちおとめ、あ、紅ほっぺかもしれない、めっちゃ美味しかった。そう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 、っていう思い出。カイロめっちゃ貼った。そう、ココアもね、いつもの倍の倍ぐらい美味しく感じたの。寒かったから、うん、楽しかったな。あとはそうそう、で今回 MV を見てみようっていうことで、皆さんと一緒に MV を見たいと思うんですけど、私たちどっちを見るんだ、ジャーバージャーを見るのかな、ジャーバージャーカップリングポジションを見るのかな。じゃあポジションを一緒に見ましょう。ちょっと待ってね、用意します。皆さん一回は見たかな、見てない方も一緒に見ようね。で、これ画面に映す感じかな。みんなどうやってやってた？私の顔の横に持ってやるの？めっちゃおもろいやそれ。ちょっと待ってあ、早送りできないんですね。マジか、やば、あらまあらま、やばいやばい、あ、いいね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 、すごくいいよ。やば、光ってるね。どうしたらいいんだ、こういうことか、あー、なるほど。ね。こういうことでいいのかな？あ、佐藤だ。あ、プラネーさん。目が可愛いですね。あ、やば。自分じゃん。歌詞にも注目して
見てみて。いいですね。あ、みやさんか。あ、めっちゃ焦ってる、めっちゃ焦ってる。めっちゃ寒かったんですよ。寒く見えないでしょ。ねえ、あ、自分来てる。かっこいい。いいですね。鑑賞会みたいになってるよ。あ、私映った。そうそう、こういう布のシーンがね、綺麗だなって見てたんですよね。センターはね、ミヨンさんですよ。え、寒そう？ひなたんかっこいいって、ひなたんはちょっとないやないかい。ありがとう。みんなこれやってるんだよね、こうやってやってるんだよね。いいですね。いいね、みやさんとかっこいい。そう、日の出のシーンもね、ちょっとギリギリでドキドキしたんですよ。日の出めっちゃ綺麗だった。これ夜ですよ。これ夜撮ったんですよ。これめちゃめちゃ寒かったです。衣装はね、でもちょっと可愛い感じなんですよ。ここはかっこいいんですけど、なんかアリスみたいだなと思って。そうそう、一日中でも MV はそういうことがないですよ。楽しいです。でもえ、話し声聞こえないの？やばすぎ。あら、まあ、あー、確かにアリスって言って HKT の12秒、あー、あれは結構ガチですね。こうやってる人もいるよね。あ、ミオ先輩が一人だけに、あ、消えちゃったね。めっちゃいい PV だよね。かっこいい、ほんと。よいしょ。いやーかっこいいな。何回でも見れるなと思って、なんかいつもその車とか乗った時とかも見るんですけど、ずっとポジションばっかり見てたな。でもね、うん、ジャバジャバ見てたんだけど。そうそう、でね、そうだな、なんかポジションはまあ見たんですけど、ジャバージャーって何っていう話なんですよ。ジャバージャーって何だと思いますか、皆さん。いや、私はジャバジャバじゃなくてジャバージャーだって。そうそうそう、あー、そうそう、坂道 AKB の国境のない、国境のないやつも良かったですよね。国境のない、ね、国境のない時代、うん、なんか
その題名も意味深だなと思ったんですけど、なんかちょっと待って、ジャーバージャー引きずりすぎだって、みんなジャージャーメンとか言ってるから。あ、ジャーバージャーって何だと思いますかって話なんですけど、ジャーバージャーの意味ね、ジャージャーメンじゃなくて、ね、ジャーバージャーって誰と喋ったんだっけ、なんか誰かがジャーバージャーって意味ないらしいよって言ってて、え、そうなんだと思って、なんかイエーイみたいな意味みたいよとか言ってて、イエーイってそれマンジと一緒じゃないかって思ったの。マンジっていう言葉もあるんですけど、今流行ってて、マンジっていう言葉はなんかイエーイみたいな人を表すんですよ。意味がないので、ジャーバージャーもそうらしくて、あ、じゃあマンジイコールジャーバージャーなんだなって私は思ったんですけど、だからジャーバージャーは多分イエーイっていう意味なんじゃないかなって私は思う。だから今めっちゃジャーバージャーだからとか使うのかなって思った。うん、使おうって思ったよ。うん、皆さんは何だと思ったの、ジャーバージャーは。みんなメンバージャーバージャーは結局何に行き着いてるんだろう。ジャーバージャーは、うん、流行語にしましょう、ジャーバージャーを。じゃあジャーバージャーを、じゃあじゃあ言いすぎやろ。食べ物、あーでもありそう、ジャーバージャー。めっちゃ絶対麺じゃない、ジャーバージャーって。ジャージャー麺のせいかな、わかんないけど。ジャーバージャー、今日めっちゃジャーバージャーなんだけどとかいう使い方。掛け声、魔法の言葉あるかもジャーバージャーみたいな、あ、強そう。ポテトが上がった音がやばいね。それはジャージャーだね。ジェジェジェ、あージャバージャーみたいな。あー、なるほど。あー、そうそう、なんか確かにマックのポテトの音、ポテトが上がった音なんですか、あれは。あの音にちょっと似てるんですよね。だから耳に残る音だよなって思うけど、うん。ジャーバージャー、朝の挨拶はやばいやろ。おはようじゃなくてジャーバージャーっていうの。でもまあ何でもありですよ、造語みたいなのでこれは。うん、私はだからジャーバージャーはなんかだからマンジと同じような意味でイエーイみたいな意味かなって思ってるので、まあ私はこれから今めっちゃジャーバージャーとかいう使い方をしようかなと決めました。うん、ですね。でですね、あ、もう今何時なんですかね、今何時なんだ。もう締めまでたどり着いちゃったんですよね。みんなで流行らせましょう、流行ましょうね。ジャーバージャー、赤ジャージ、赤ジャージ配信、うん、赤ジャージ持ってますけど、いや、も持ってるよな、持ってると思うよ多分。え、だってさ、ね、学年によって色とかあるじゃないですか。私昔赤だった学年あったな、なんか中学校か中学校だったかな。うん、皆さんは何学年だったのかな、色は。色な、何色だった、ジャージ全然関係ない話してるよね。あずきね、だってさ、緑、赤、青じゃない絶対。え、てか今思ったんだけど、え、めっちゃ手大人になったんだけど、ほら手大人じゃない？めっちゃ手大人になったなって思った、私。え、でも私学校とかで後輩にも「ひわたんだ」とか、てか「ひわたんだ」って言われるんですよ。ひわたん、
ひわたんじゃないしとか思っちゃう。ひわたんっていう人ね、ひわたんなんで。でも後輩からもひわたんって呼ばれてるんだなと思って。でもまあひわたんでいいんですけどね。なんかひわたしひわたんみたいな感じですよ、ひわたしゆいと。なんかゆいっていうよりひわたんって感じになった、自分の中でも。でも時々はなんか、あ、ゆいちゃんって呼ばれたいなとか思いますけど、うん、なんか友達にもひわたんって言われてる。あ、ひわたんおはようみたいな言われる。うん、髪切りありがとう。切ったからね。いっぱいなんですけど、でも単顔だよねってジュリさんが言ってくれたので、そうそう。なんだろう、でも家でも、そうそうそう、単顔、絵描こう。そう、家族だったんですよ。家でも呼ばれてる？ちょっと分かんなくなってきたからいいや。あ、そうなの。今日ね、なんかアンビリバボーやってたんですよ。だからアンビリバボー見てたの今日は。私今日ね、あと、そう、あ、リップ返しもするから待っててね。今日の夜します。じゃあ、ひばたんじゃない、ひばたん、なになに、あ、そう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 、今日のアンビリバボーはなんて言うんだろう、なんか決断みたいな感じのやつでした。なんか奥さんがいきなり、なんだっけ、新聞社の社長になるので、あ、モニタリング見忘れた、やば、すごい、これはやばったね。っていうか、島次郎を見た方、見てくださった方どんくらいいるんだろう。ちょっとアンケート取ろうかな。じゃあ見たよっていう人1番で、見てないっていう人2番ね。いいですか、見た人1番で見てない人2番ね。でもどうなんだろう、でも時間がね結構難しいですよね。なんかちょうど、なんか皆さんがお仕事終わっていくってなるとやってない時間なんじゃないかなと思うよ。そう、面白かった？本当？超嬉しい。てか、あの島次郎の中で歌ってた歌を本当は歌いたいぐらいなんですけど、あの消えちゃうので歌えませんけど。そう、神よここで何を求める、光り輝く存在のために、人は何を夢見る、どんな私を期待するのか、あ、もう始まってるよ、変わらなきゃいけないんだ、ポジションを探せ。マジか、見てない人が 73.5% で、見た人 26.5%？ やばいね。
見てくれた人本当ありがとうってなる。本当ありがとうございます。結構見てない人多ない？でも 26.26% って見てる人が多いのか。多いね。ありがとうございます。見た人少ないって思ったけど、でよく考えたら多いなって思った。だって子供がね、子供さんが見に行く感じのやつなので、結構大人の方は見に行きづらいかな。だから考えたら結構見に行ってくださっててありがとう。そう、めっちゃ感動なんです。でもまだやってるんで、よかったらまあ皆さん勇気を出して見に行ってみてください。でね、あのね、そうでね、あとね、なんかちょっと待って、そう、最後にモノマネもしたいので、とりあえずあっちのショールームをね終わらなきゃいけないんですけど、なんか最後に言わなきゃいけないことあったかなと思って、そうそう、でね、この24人お送りしてきたショールームなんですけど、皆さんジャーバージャーとかポジションとか、まあ友達ができたとか、よかったら聞いてくださいね。でユーザーの発表をね最後にいつも通りしたいと思うんですけど、そう、はい、じゃあします。13位、どんぐりーくさん、ありがとうございます。めっちゃ怖いこれ。だってひよこがさ、ひよこがケチャップ持ってて自分食べようとしてる、怖っ。プロフィール、あ、ひわたん神吉うほ、ありがとうございます。たんおしかな、ありがとう。そう、ね、小さくて丸顔がいいんですか。ゴリちゃん、ゴリちゃんなのにひよこやないかい。そうそう、いや、そうですね。12244、けいすけさん、あ、プロフィール何も書いてない。でもみゆんさんのアイコンですね、かわいい、いいな、欲しい、ありがとう。11位か、ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。ちゃうちゃうさんね、さっき読んだかな、ありがとう。ワンちゃん、今日アニマル、来週はアニマルスペシャルみたいですよ。アンビリバボ。10位、鈴風さん、ありがとうございます。気まぐれな人なの。まなかちゃんがアイコンだぞ。ありがとう。9位、まちさん、あ、みちさん、ありがとうございます。みちさんドラムやってるのかな、ドラムの写真があるね、ありがとう。私もドラムやってたんだ。8位、ベリーマユアットマークあかりっこさん、ありがとうございます。エイトさんのこのアイコンかわいいよね、すごい、衣装までちゃんとしてて、はい、ありがとうございます。7位、よしか、ちょっと待って、13位がちゃうちゃうさんで、12位が鈴風さん、ありがとう。11位、ゆうじろうさん、ありがとうございます。ゆうじろうさん桜咲いてるじゃん周りに、すご、ありがとう。10位がベリマエさん、ありがとうございます。9位がみちさん、ありがとう。8位、ひよこさん、ありがとうございます。ひよこの日がね、ひいわたの日なんですよね、前もありがとうございます、入れ替わっちゃったね、ありがとう。7位、だいさん、ありがとう。だいさんいっぱい書いてあるぞ、ありがとうございます。でも日渡し入ってるね、ありがとう。はい、6位、沼さん、ありがとうございます。なんかあれ、あらららら、え、免許頑張ってください、ありがとう。7位、だいさん、あれ、ちょっと待ってね、これか、5位か、5位、まこっぺかっこひいわたんおしさん、ありがとうございます。ひいわたん応援してます、ありがとう。4位、ライオンさん、ありがとうございます。ライオンが肉くわえてるよ、怖い、ガオー、ありがとうね、カフェ弁当ありがとうございます。はい、
3位 DD 小川さん、ありがとうございます。小川さん、お、あ、ビビアンとかマーさんも好きなんですね、ありがとう。いいよね。2位ユーポーさん、ありがとうございます。なんかアイコンかわいい、バレンタイン仕様、ハート持ってる、待ってます。またね。1位星座探検人さん、ありがとうございます。リップは宝物、オッケー、ありがとうございますね。リップ返しやりますね、ありがとう。ということでですね、そろそろもう終わりの時間にはなってくるんですけれども、40分だけだったね短かった。でもありがとう。そうだな、最後にモノマネして終わるぐらいのもう時間なのかな。じゃあモノマネして終わります。しまじろうでですね、まあ、見られた方は分かると思うんですけど、しまじろうがお母さんのお手伝いをしてコーンスープをこぼすんですよ。でね、その映画のシーンなんですけど、まあ、そのワンシーンをやりたいと思います。いくよ。僕、お母さんが止めなかったら自分でできたのに、なんでお母さんはいつも僕のこと止めるんだ。なんでお母さんはしまじろうのこと止めたんだろうね。お母さんはコーンスープをこぼして袋が面倒だからだろう。本当にそうかな。本当にお母さんはそれで怒ったと思う？多分そうだよ、みたいな感じでした。えい、しんちゃんじゃないわ多分こんな感じだったよ。まあね、続きが気になる方は、あ、はなちゃんもできる。はなちゃんの方がうまい。ハニータ、ハニータ、ハニータ、歯ブラシって感じです。本格的だって、やば。ハニータ、歯ブラシ、ハニータ、歯ブラシ。目が痛い、やばいやばいやばい、目が痛い、目が痛い。村人？あ、そうか、自分の役やんなきゃダメだよね。なんだろう、あれは魔女のステッキなのだとか、あとはなんて言ったらいいかね、君もお祭りの準備をするのだって喋ってるので、よかったら皆さん見に行ってください。お願いします。あ、確かにちょっと心くんに似てるのか。確かに、なのだって言ってるんだけど、なのだっていうの最後に。そろそろ終わりたいと思います。じゃあね、終わりたいと思うよ。かゆい手が。じゃあ、はなちゃんでさよなら言って終わります。